もう漏れなくカーボンルーフになって、うん、しかもセンターにこうプレスラインが入る。400パイを後ろに入れてる車ってそうそうないんじゃないかな。フロントにだってそうそう入れないですからね。ステアリングもスポーツカーじゃないですか。いやもうまんまスポーツカースーパーカーですよね。一周全部アルカンターラのハンドルがついてるのってあんまりないと思うんですけど、僕ねここが大好きです。これもう本当に運転席の視界がもう GT3 とかなんか、うん、そういうカテゴリーの車なんですよね。ですね。参りましょう、車軽い、全然 SUV じゃないからね。まず SUV の挙動じゃないんですよ。今モードコンフォートですけど、はい、スポーツセダンとかスポーツクーペのぐらいのしっかりした乗り味、はい、四駆のあのふわふわしてる感じ全くない。全くないですね。ビターってこう路面に張り付いてる感じ。あぶね、はいえいや、これはすごい、すごいね、これはすごい。いやなんか気持ち悪いコーナーリングが、SUV だと思って乗ってるから気持ち悪い。最後全開にしていいですか。いいですよ、いきますよ。はい、うわーすげえ。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェカイエンターボ GT2022 年式1500キロ、こちらの車両になります。やってまいりました。めちゃくちゃ珍しい希少な車です。世界最速 SUV ですね。ですね。少なくとも僕が見た資料だと、はい、今現時点でニュルブルクリンクの SUV カテゴリー最速ということで、うん、そうですね。なんと8分切り7分40秒ぐらいかな、7分39秒ですね。で詳しい人だと、うん、やばっていうスペックなんですけど、はい、なかなかニュルのタイム言われても普通の方はピンとこないね。ピンとこないじゃないですか。だいたいもう8分切ってる車って、うん、もうスーパースポーツとかスーパーカー、はい、基本的に2人乗りの、うん、もうなんか日常使いできない車が、うん、まあ、ほとんど、うん、でその中で、うん、大人が4人乗れて、はい、まあ、日常使いもできて、うん、でその車と同じスピードで走っていくってとんでもなくないですか。偉いです。そして今回このターボ GT っていうのがポルシェ初の、うん、はい、まあ、ネーミングというか、うん、まあ、今までそのターボとか GT とか個別にありましたけど、うん、両方っていうのがかなりこう特殊な立ち位置っていうことになる、まあ、テクノロジーのもう最も上の頂点ターボと、うん、まあ、あとはその走りの頂点 GT が一緒になってるっていうことで、うん、とんでもない車なんで今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、でまず外観に関してはカイエンクーペをもう踏襲した、うん、はい、ターボですね。そうですね、踏襲した感じでそんなに大きくは外装変えてないんですね、うん、パッと見のインパクトは大きかったらそうでもないですよね、正直言うと、うん、もう本当にニュル最速で、うん、とんでもない速度で走るんだったら、うん、もっと分かりやすい外装でもいいかなって僕勝手に個人的に思ったんですよ、うん、で特に今回ボディカラーがブラックなんで、はい、よりこう分かりにくいというか、もうしれっととんでもないスペックを隠し持ってるっていう感じかなと、はい、うん、でローンチカラーのグレー、はい、あれだと結構分かりやすいですよね、うん、そうですね、まあ、トリムが一周この背焼けしの樹脂のパーツになってたりだとか、はい、あとこの後紹介しますけども、ホイールが特徴的なものついてたりしますけれども、うん、今回の車は真っ黒なんで、はい、まあ、基本的に衣装はかなり近いかなと。ただなんか資料を見たら、うん、インテークダクトが大型化されてるとかっていう風に書いてあるものが多かったんですけど、はい、実車見たらそんなに変わってる感じしないんですよね。実車見るとそんな感じしないですけどね、まあ、全体的なデザインはターボのバンパーそのまんまって感じですね、うん、はい、ただこの下回り、ここ、そうですね、ここが追加されてるんですよね。そうです、そうです、はい、なんでこういうところを含めて考えると増えてるのかなっていう感じなんですかね。まあ、あとはその空力的なものがかなり考えられて、うん、いろんなものが、ターボより進化しているということで、はい、で順番にご紹介させていただきますけれども、うん、まあ、専用前後バンパーだったりルーフスポイラーだったりトランクスポイラーだったり、まあ、いろんなものが空力的なものもパワーアップしている、うん、こんな感じの外装になっています。あとはまあ改めてなんですけど、うん、カイエンっていろんなその軽量金属だったりだとか、はい、まあ、あとはプラスチック使えるところはプラスチック使って、で、まあ、外装のパネルに関しても応力かからないところは基本的にはもう全部アルミっていうことなんですけど、うん、なんかその使ってる素材の 95% ぐらいが再生できるらしいです、うん、
おー、すごいですね。でものすごい時代に逆行した車かと思いきや、ちゃんとその辺も考えられて作られていることです。であとはヘッドライトなんかは、うん、PDLS のこちらがもう標準になるということです。はい、ポルシェのオプション体系ってすごく難しくないですか？難しいですね。はい、先日 GT3 でオプションすごいですねっていう動画を撮らせていただいたら、いや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 っていうコメントもいろいろいただいたりもしたんですけど、はい、車種とグレードによってオプションラインナップが全然違うじゃないですか。そうなんですよ。でもそれこそ上のグレードになると、うん、なくなっちゃう、はい、自動的についてくるオプションがあったりだとか、はい、特に走りだと選べないオプションも増えてくるじゃないですか、うん、だから車によってオプションのかけられる金額が全然違うんですよ。はい、言ったらベースの方がすごいもうスポーツデザインのバンバンつけられたりとか、そうですね、もうタイヤホイールも選び放題だったりとか。そうです。はい、この辺の車になってくると、うん、ある程度のものが全部標準でついてくるので、はい、逆にオプションの選択肢が少なくなってたりとか、うん、っていうことなんですけども、ヘッドライトもこちらのいい方のヘッドライトが標準です。はい、そして横に回っていくと、うん、この辺樹脂になってるんですけど、うん、ボディカラーが黒なんで、はい、その辺が印象がだいぶ違うのかな。違和感がなさすぎて普通に見えてしまう。あとはボディがちっちゃく見える。そうですね、平べったく見える、はい、っていうのがあるんですけど、今回は黒なんで、うん、まあ、その辺がまとまりがあって、はい、もうしれっとしてる感じがいいんじゃないかな、うん、とてもいいと思います。そして足元の方が、うん、これまんま GT3 じゃないですか、もうホイールが、はい、でこちらがホイール新色の、はい、サテンネオジウム、うん、これ0円のオプション、はい、でカラーが5色あって、うん、一応9万2000円出すと他のカラーも、はい、青とかもあるんですよね。ありますね、うん、純正で青いホイールっていうのもすごいですよね。なかなか攻めてますよね。でもそれが成立しちゃう、ちゃんと性能が伴っているということで、あとは、うん、カーボンセラミックも標準ということで、はい、そうです。思ったんですけれども、うん、もう車がとてつもなく速すぎて、うん、なんかもう物理の法則ももう技術でなんかねじ伏せてる感じしません？そうですね、うん、この重たいボディを300キロで走らせて、うん、この後紹介しますけど、はい、0-100に関しては3秒台なんですよ。でこの巨大なローターなんと440倍ということで、すごいですね。フロントテンポット、うん、でまあ、この辺はターボも一緒ですけれども、はい、驚くのはそこじゃないですよ。ギ、うん、アもっとすごいんですよ、はいはい、こんな感じの足元、うん、であとは見えないところもかなり専用セッティングになっているということで、おなじみの3チャンバーのヤサス、うん、これもちろん純正、他のグレードよりかも17ミリぐらい直してるってことなんです。はい、低いですね、全然見た目もね、うん、ダンピングも 15% アップ、はい、あとはキャンバーに関しても 0.45 度ネガキャンになって、はい、まあ、専用セッティング、なるほど、っていうことです。でその他車両の制御に関しても PASM、PDCC、パワーステップラス、4WS、トルクベクタリングなんかも、うん、ターボ GT 専用チューンということで、なるほどね、基本的に大きくパーツを変えるわけじゃないですけど、うん、ポルシェのそのサーキットで培ったテクノロジーが入ってチューニングされてるっていう車になるみたいで、でこれ乗り味やっぱり気になるところなんで、はい、この後乗ってみたいと思います、うん、あとはミラーは今回カーボン、はい、カーボンですね、豪華ですね、うん、でここも明るいボディカラーだと、はい、ミラー黒くなるじゃないですか。あ、そうですね。だからパッと見でお、なんか違うグレードの車なんだなって分かるんですけど、うん、黒なんで、はい、分かりづらいのと、はい、あとはカーボンになってるんで、この辺が、うん、まあ、一体感があるから、これ豪華っすね。そうですね、いいですね。でちゃんとこの辺根元まで同色になってる、はい、そしてあとは全体的にはもう本当に真っ黒、うん、そしてサイドビューに関してはほとんど、ターボン、クーペと同じスタイリングということで、あとはサイドスカートが樹脂になるんで、はい、これサイドビューに比べると全然なんかこう、うん、車高が高くて平べったく見えますね、明るい色だと。そうですね、で今回黒なんでまとまりがある感じになっております。うん、あとは、うん、カーボンルーフが標準ということで、はい、普通のカイエンクーペが、うん、ガラスルーフが標準ですよね、はい、これがもう漏れなくカーボンルーフになって、しかもセンターにこうプレスラインが入る、これも空力が計算されて、なおかつ低重心化が図られているという、カーボンパーツ もうふんだんに使う車になっていると、うん、そしてあとは後ろのローターもでかすぎないですか？でかいですよね、これなんと後ろこれ400倍ということで、はあ、400倍を後ろに入れてる車ってそうそうないんじゃないかな。フロントにだってそうそう入れないですからね。でしかもリアも4ポット、はいはい、こちらの家のキャリパーになって、あとはタイヤも、P0 のコルサ、はい、これもなんか、うん、専用開発ということで、うん、なるほど、しっかりその、まあ、最高速300キロ近いんで、うん、まあ、それに耐えうるタイヤが装着されてる、はい、
でちなみにサイズの方が、うん、フロント285リア315、うん、はい、22インチが標準ということで、うん、22インチ標準ですすごいね。なんかもう本当になんかもう技術とそういうのでねじ伏せてる感じしますよね、うん、こんな感じのショップになってます、はい、じゃあ続いてスピア見てみたいと思います、はい、で専用のルーフスポイラー、はい、翼端板がなんとカーボンということで、はい、これもう車外じゃないですかですね。で空力も大幅にこれでアップしてるそうです、うん、ちなみに、標準のものよりこれがついてることによって25ミリワイドになってるということです、はい、そして大型の、専用トランクスポイラーターボよりかもさらにこう、はい、出てるということで、これがマックス40キロのダウンフォースということで、うん、でなおかつこれを細かく制御してるんですよね。ただなんかこうスピード出したら上がりますっていう定番じゃないですか、うん、じゃなくてですね、ポルシェの場合は、うん、160キロ以上出すとまず6度、うん、はい、そしてスポーツモードに入れると 12.6 度、うん、でさらに170キロ以上の、うん、速度から急ブレーキを踏むと 28.2 度まで上がって、うん、エアブレーキが細かい。今回ちょっとすごい、ね、試してみたいと思います。そうですね、はい、そしてあとは、はい、このティンテッドの、うん、はい、フリアのテールランプとエンブレムなんかも黒くなってて、うん、今回まとまりかっこいいよね。あります、ね、バランスがすごくいいです。そしてあとは専用のリアバンパー、はい、これもだって、うん、ディフューザーこれです、車外じゃないですかね。そしてセンター2本出しのチタンエキゾースト、うん、はい、ついに純正でチタンエキゾーストですよ。えらいね。でしかもこれセンターのサイレンサーないらしいですよ。はあ、そうなんだ。軽量化のために取っ払っちゃって、うんうん、まあ、あとは後ろのセクションで、うん、まあ、消音したりだとか、はい、コントロールするっていう、うんうんうん、これなんかめっちゃアクラポっぽいですよね。ぽいね、まあ、書いてないんでわからないですけども、うん、この辺詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります、はい、じゃ続いて内装を見てみたいと思います、はい、まあ、皆さん気になるオプションとしてはもう3000万円級の車ですから、はい、ソフトクローズはついてると、うん、ただこれオプションなんですよね。そうです。ここはもう標準でちょっとがっかりですよね、もしないとね、はい、ちょっと。そして内装がかっこいい、うんうん、こちら側が GT インテリアパッケージが標準ということで、はい、レーステックスのインテリア、うん、あとは一部、アルカンターラになっているそうです、ステアリングだったりシフトだったり、うん、この辺がアルカンターラ、まあ、触る部分がアルカンターラということです、はい、で他の部分に関しては、うん、マイクロファイバー生地のレーステックス、うん、これ内装めっちゃかっこよくないですか。めっちゃかっこいいし、座った時の感じというかすごくいいですよ。このステッチがもうホイールのイメージそのまんまのゴールド系のステッチ、はい、で背中のセンターにも、はい、パンチングの後ろかな、うん、がちゃんとゴールドが見えるようになって、そうですね、でヘッドレストも刺繍になるんですよ、はい、エンボスじゃなくて。そうですね。で内装の豪華さが、うん、でこれ標準ですもんね。そうです。で、まあ、レザーのオプションなんかもありますけども標準で非常にかっこいい内装になってる、うん、であとは中身に関しても最新の PCM ポルシェコミュニケーションマネジメントが入って、はい、まあ、一番新しい車なんで、うん、これなんかマイチェンが間もなくって言われてるじゃないですか。言われてますね、うん、だからもうかなり寿命が短い車になるんじゃないかなっていうのが言われてるそうなんで、はい、この後内装も詳しく見てみたいと思います、はい、続いて乗ってみたいと思います。超カーボンの光るドアシルプレートがついてて、シートの方が、うん、コンフォートのシートが選べないんですよね。はい、そうですね、8ウェイか18ウェイのどちらかということですけれども、はい、今回は8ウェイのスポーツシート、はい、こちらがついております、まあ、車がもう車なんで、うん、例のあの14ウェイのコンフォートシートは、うん、もうキャラクターじゃないなっていう。そうですね、正直言うとそんな感じですよね。はい、と思いますね。その分重くなっちゃうっていうのもありますんで、なんかもう4人乗れる GT3 みたいな。そうですね、はい、そんな感じになっております、うん、そしてステアリングもスポーツカーじゃないですか。いやもうまんまスポーツカー、スーパーカーですよね。一周全部アルカンターラのハンドルがついてるのってあんまりないと思うんですけど、うん、センターのマーキングはこんな感じで、ここも多分アルカンですよね。そうですね、入ってて、スポコロが標準になるということで、はい、はい、今回の黒いやつがついております、うん、そしてあのブーストできる、はい、これもポチッと20秒間でしたっけ。そうです、ついております、はい、そしてメーターは例のこれのやつ、うん、この辺はもう通常のカイエン、カイエンクーペと一緒ですので、はい、まあ、飛ばしちゃいますけれども、うん、あとはトリム類が全部ブラックが標準ということでですね。これめっちゃまとまりありますね。すごくいいですね。ここもそうだし、落ち着いてる高級感もあって、その他エアコンの吹き出しなんかも全部真っ黒になってるんで、はい、車内のイメージが全然違うと思います。そうですね、非常にまとまりがあるレーシーな、一般的標準なものだとシルバー系だったりするんで、はい、はい、そしてこの辺オプション、残念ながら今回の車は、うん、残念ながらベンチレーションは、うん、そうですね、ということも
はい、透けちゃうのがちょっと嫌だね、はい、うん、まあ、パーツが共有化されてますんで、はい、しょうがないですけど、うん、シートヒーターはついております、はい、あとはまあこの辺のクライメート関係だったりは、まあ、その他と一緒になると思いますので、うん、ちょっと割愛します、はい、そしてあとはシフト、うん、ここもある感じゃないですか、はい、これもなんか992と同じシェーバーデザインのになるんじゃないかって言われてたんですけど、うん、あー、なるほどね、結構出てきましたね、はい、でそれもそうなんですけど、シェーバーデザインって言われてることにびっくりしました、うん、あ、そうですか、はい、みんなヒゲ剃りヒゲ剃りってこう冗談で言ってるのかと思いきや、あ、はい、なんか解説系のやつもシェーバーデザインって言ってたんで、うん、でも車格というか車のサイズ的にやっぱりこっちの方がしっくりくるかな、うん、と思いますね、はい、こんな感じ、うん、そしてあとはドリンクホルダーとアームレストも、はい、うん、このスウェード調の、はい、そしてちょっと浅いんですよね、うん、そして USB が2ゲートこんな感じに入っております、はい、シートいいっすね、すごく良くないですか、なんか座った感じ、あと真ん中がこのマイクロファイバー生地なんて滑んない、うんうん、そうなんですよ、そしてホールドも非常にいいです、うんうん、で調整に関しては、まあ、8ウェイなんで、うん、そんなにめちゃくちゃ細かくナンバーサポートとかできるわけじゃないですけど、はい、まあ、十分かな、いや十分だと思いますね、あとマットもかっこいいんですよ、そうですね、ちゃんとステッチも入ってて、はい、でこれロゴも微妙に色入ってますね、うん、ポルシェロゴもどこですか、ああそうです、微妙に入ってますね、これね、これだけでも欲しくなっちゃう感じ、はい、そしてペダル関係に関してもこの辺もおなじみですので、うん、はい、まあ、カイエン乗りやすいんですよね、乗りやすい本当に、で多分メーカーとしては、僕個人的にもそうなんですけど、すごいスーパースポーツみたいな SUV じゃないですか、はい、だからってそれを前面に打ち出ししすぎると使い勝手が良くないっていうのと、うん、なんていうんですか、その周りの目っていうのがあるので、ご家族ユースだったり、誰かを送り迎えするときに使いづらい車になってしまう、それを避けてるのかなっていう気はします。特別感で言ったら多分そういう演出があった方が、うん、もうウルスなんかも露骨にそうじゃないですか、うん、まあそうですね、よいしょっていう感じですし、はい、まあ、操作系に関してもこう、うん、ちょっとこうビジュアル重視というか、はい、演出重視な感じしますけども、はい、カイエン本当に乗りやすいですよ、そうですね、そして天井関係は、うん、はい、このマイクロファイバー生地のこれ SX ですよね、はい、そうですね、触った感じだと思います、はい、もう非常にでも質感似てますよね、アルカンとレース、うん、近いですね、すごく、でバイザーもしっかりこのレール調のものになっております、はい、で今回の車は非常に距離浅ですけれども、はい、レーダー探知機とドライブレコーダーもついてると、はい、もうこの辺最近必須ですね、そうですね、はい、こんな感じになっております、はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、後ろの席が、もう基本4人乗りということで、そうですね、5人乗りがないんですよね、設定が基本はないです、通常の他のグレードだと4、5を選びますけども、基本的には4人乗りということで、はい、で後ろも前に習ってこのゴールドというかのステッチとレステックスロン、はい、これもう後ろのホールドもバッチリじゃないですか、そうですね、乗らなくても分かるぐらいの、分かりますね、で後ろもしっかりターボ GT の刺繍が入ってるんで、後ろの豪華さまとまりもさすがです、やっぱり生地の質感がいいのと、このホールドというか滑らない、なんか最初に992の彼らとかに使ってたと思うと、なんか肌触りが違う気がするのは気のせいですかね、あ、なんか違う気がするんですよね、まあ、年々その辺もアップデートだったりされて、そう、改良されるかもしれないですね、まあ、可能性あります、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、で後ろはドアシル、ここは入らないですね、うん、一応カーボンにはなるんですけども、はい、こんな感じで、そして開口部はそんなに広くはないですけど、うん、縦結構あるんで、そうですね、なんか乗りづらい印象はないですね、あとドアシルが低い、低い、低いというか床との差があんまりないですね、あ、意外と乗りやすいな、はい、はい、乗り込むのに乗りやすい、スノー土方さんのリアクションが出ました今、はいはい、そして今運転席僕のベストポジになってますけれども、拳2つ分ぐらい、これめっちゃ広くない、めっちゃ広いですね、大人4人がだから全然くつろいで300キロで移動できる、300キロでね、はい、はい、でもドイツだと、まあ、まさにそういうことじゃないですか、うん、そうだね、大人4人もう新幹線より速い速度で移動できると、確かに、はい、快適です、はい、そして装備的なものでいくと、うん、リアが一応4ゾーンオプション、はい、欲しい装備がついてるということ で、うん、でその下、シガーと、はい、あと USB が USB あと小物入れ、はい、で4人乗りなんで真ん中が小物入れと、はい、アームレスト、アームレストよいしょ、はい、ドリンクホルダーですね、はい、こんな感じになっております、うん、レザーもすべすべ系なんで、そうですね、はい、いい感じです、はい、そしてシートが大きいじゃないですか、うん、なんで前のこの見えない感じは結構ありますね、うん、ありますね、
であとは他の SUV とかと違ってこう、うん、後ろの座席を極端に上げたりしないじゃないですか、はいはい、だから前が見えなさは結構あるかなと、うん、だから圧迫感は距離があるんでそんなにないです、うんはい、でこの辺あとは抜けてるん で、うん、であとは天井に関しては、うん、僕身長175ですけど、まあ、ギリ OK かなと。そうだね、拳はまあ肺半分ぐらいですかね。でも横から見る限り圧迫感、窮屈感はないけど。あ、全然ないです、ね、はい、うん、あとここ取れてるの結構いいかなと。そうだね、はい、確かにここ傾斜がそんなにないんで垂直に割とこう B ピラーなんかも立ってるんで、はい、で B ピラーにはエアコンの吹き出しもついてる。なんかさ、ちょっと話ずれちゃうけどさ、後ろから見るとこのシートベルトがやたらめっちゃいいんですよね、はい、この色合いが。これ車いじる時も参考にしたいですね。ね、明るい系流行ってたじゃないですか。はい、流行ってましたね。メルセデスのエディション1とか、うん、赤とか黄色とか。そうですね、はい、これちょっとこの中間色のシートベルトっていいっすね。いや、なんかすごいかっこいい、高級感もあるし、はい、一体感もありますよね。そうなんだね、さりげない、うん、なんかさっきカメラマンもやってましたけど、うん、チューナーコンプリートみたいです、ね、あ、ほんとだってこんな感じでほら、はい、よくないこれ。なんかいじってますっていう感じじゃなくて、うん、最初からですけどっていう感じでありながらこうちゃんと違いがあるというで、確かに。そしてあとは坊主が、はいはい、ついてます。今回もまついております、はいはい、じゃあ続いて私も見てみたいと思います、はい、この辺はクーペと共通ですので、はい、一緒ですね、まあ、簡単になりますけれども、はい、44の方が549リッター、はい、これがシート倒すとマックス1469リッターということで、うん、使い勝手も、はい、まあ、あとは普通の SUV の方に比べてここの傾斜があるんで高さはそうですね、稼げないですけれども、うん、まあ、車のサイズは大きいんで、はい、使い勝手は非常にいい。あ、全然いいと思いますよ、はい、片側、助手席側が大型のネットになってますので、はい、まあ、小物なんかもいけちゃう、うん、そしてこの下がこの感じで、はい、はい、工具が入ってる、うん、あとは BOSE のサブウーファーですかね。そうです、入ってる感じになってます、うん、であとはこちら運転席側に、うん、はい、リアの上げ下げボタンもついてる。そうですね、荷物の積み下ろしは便利です。だ、快適性とこの狂った速度の融合がとんでもない車ですね。とんでもないよね、ここまで。試乗が楽しみでしょうがないです、はい、何かを犠牲にしてるなっていうあからさまなところないんで。そうですね、うん、はい、本当楽しみです。ちょっと乗ってみましょう後で。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、うん、もうエンジンルームもただものじゃない感じがちょっと出てますけれども。出てますね。スペックの方が4リッター V8 ツインターボ、うん、なんとターボプラス90馬力の640馬力ということで、えらい。トルクの方は850ニュートンでございますすごいね。これ残念ながら、うん、スペック的なもので比べると、うん、ウルスにはかなわない、うん、10馬力ほどマイルドになってますけれども、うん、トルクに関しては同じ850ニュートンなんです、うん、でもさ、ポルシェっていうメーカーはもともとパワー競争の中に入っていくメーカーのイメージってあまりないじゃないですか。なんか操作性だったり軽さだったりあとバランスですよね。そこでトータルで、はい、そう、結果速い車を作ってるっていう結果としてニュールブルクリンクでもう SUV 最速ということ。そうですね、馬力こそ正義じゃないですよ、はい、そしてこれ単純にもう今の車だとターボなんで、うん、もうコンピューターとかで馬力って割と昔に比べると簡単に上げられるじゃないですか。そうですね、ただこれちゃんとクランクシャフト、ターボ、インダクション、うん、インタークーラーなんかも全部改良して、はい、トータルでパワーアップするようなそんな仕組みになっているそうです、はい、あとは、0-100 の方が 3.3 秒ということで恐ろしいねSUV で本当ですよ ね3秒台前半って本当にスーパーカースーパーカースーパースポーツ。だってあの笑っちゃうというか想像すると例えばですよ、マクラーレンとかアベンタとかフェラーリが爆走している中で会員が後ろから猛追してっていう想像ができるわけですよ。それすごいよね。で荷物も乗せて人も乗れですよ、はい、そうです。とんでもない次元のものが融合しているということで、はい、そしてこれに組み合わせの印象の方が発足オートマン、はいはい、ティプトロニック S ということで、うん、これこの後乗ってみたいと思います、はい、続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。参りましょう。参りましょう。内装の質感めっちゃいいっすね。めっちゃいいね。シートいいよね。はい、あとやっぱり黒効いてると思うんですよ。そうだね。僕ね、ここが大好きです。これもう本当に運転席の視界が、うん、もう GT3 とかなんか、そういうカテゴリーの車なんですよね。ですね。土目線で。はい。この辺で。スウェード調と、たまんないね。レザーと、はい。で、ここまでやってあると、やっぱりこの艶消しのパーツが効いてくると思うんですよ。そうだね。多分ビニール対応してる車で艶消しのパーツだとちょっと安っぽい感じで出ちゃうじゃないですか、うん、そうだね。確かにこの辺かなりいいんじゃないかな。このさ、黒って言ってもこの微妙な色使いがいいよね、はい、うん、個人的にはこことここも黒くしたかったですけど、ね、ああ確かにね、はい、参りましょう。参りましょう、はい、いいな。だってドアのこの下もレザーですよ、うん、中は貼ってないですけど、最後本当だね。録画を開始します。あの走りに振りすぎて安っぽくなるっていうことがないのがいいね、はい、そうですね、うん、これあれついてるんですよね。ヘイポルシェ、ヘイポルシェでしたっけ、ハイポルシェでしたっけ。あ、そうなの、はい、名古屋駅まで案内して、はい、無視です嫌われちゃいましたね、はい、僕の言うことはまだ聞いてくれないみたいです。いやでもさっき使ったんですけど、あ、本当、ほら、ちょっとこの辺は他のメーカーもっと頭いいのあるかなと思いました。そうですね、はい、確かに。参りましょう、うん、車軽い、全然 SUV じゃないからね、軽く感じます。そう、本当にさっきガソリンスタンドまで乗っちゃったんで、はい、リアクション薄めになってますけど、はい、いやでもすごいよね本当に、本当すごい。わかりました。ブレーキも、うん、わかるでしょ、本当ごく冷感じの最初は、うん、カーボンセラミック特有のスススススって感じありますけど、うん、走り出してもちょっとでも熱が入ると、うん、もうめちゃめちゃ効くブレーキですね、ですね、はいはい、いいですか、はい、はいえ、はいや、これはちょっと売っていいのっていうレベルですね、はい、むちゃくちゃ速いし、はい、あと危ない感じは全くないです。そうですね、のドライバーとしては、はい、でも助手席乗ってると恐怖を覚えます久しぶりに。ドライバーとしては全然怖くないですよ、これこれすごい、本当にですね、すごい。まず SUV の挙動じゃないんですよ、今モードコンフォートですけど、はい、スポーツセダンとかスポーツクーペのぐらいのしっかりした乗り味、はい、四駆のあのふわふわしてる感じ全くないですね。全くないですね。ビターってこう路面に張り付いてる感じ、しかも硬くない足が。そうですね、そうですね、突き上げはないですね、うん、全然ないです。22インチのあのコルス履いててこれですよ、はい、セダンでこう SUV でもコルサのあのタイヤでも狂ってますけどね、うん、これも段差超えてもだって一発でこう、はい、はあ、収まるし、もそう、これだから思うんですけど、うん、普通のカイエンというか、うん、まあ、ターボまで乗ってる人が乗り換えたらびっくりしますよね、びっくりしますね、こんな違うのっていう、うん、例えばGT3 とか GT3RS 持ってます。でも家族で出かけるとか、プライベートでお仕事絡みだったりゴルフ行く時ってつまんねえ車なんだよなって思うことなくこれで移動できるじゃないですか。なんかそのなんていうんですか、味わいながら、ポルシェの GT カーっていうのを味わいながら移動できるっていう最高の車だと思います。これだから GT3 乗ってる人が違和感なくスッて入れると思うんですよ、はい、入れるよね絶対。 SUV かとかカイエンかって感じしなく、うん、あと多分これもし乗ったら、うん、普通の乗った時にもっともっとびっくりすると思うんですよ、うん、スノカイエンとか、この
車の違いというか性能差ね、はい、うん、チューニングパーツとかもつけた時、うん、外した時の方が体感できるっていうじゃないですか。確かにこれに慣れてから多分普通のカイエンとかカイエンスとかに乗ったらびっくりすると思うんですよ。びっくりするね。だって今やもう僕今だにもう鮮明で覚えてるんですけど、うん、初期型のカイエンが出た時に、うん、ベースとターボで倍の価格差あったんですよ。はい、800万と1600万ぐらいでしたっけ。はい、そうです。それが今や倍どころの差じゃないんですよ、この車に関しては。そうですね。これすごい。およそ3倍ですからね。はい、あ。本当にだから車の挙動が、はい、ステアリングもそうだし、アクセルもそうだし、うん、ブレーキもそうだし、うん、SUV 特有の一歩遅れる感じがないんですよ。ないね。だからさ、ターボをさらにリセッティングしてる、チューンアップしてるっていう感覚じゃないですか。それがこういい風にポルシェらしいこう方向性を持ってチューンアップされてるから、PDCC とかもそうなんでしょうね。この動きがより瞬時だし、多分だからって露骨に硬すぎちゃうと全くロール感ないのも気持ち悪いじゃないですか。そういうことではないですね。なんかポルシェらしいですよね。そうですね、うん、まさにこれ本当にすごい、うん、路面追従性が、うん、もちろんその底辺平のロードノイズとこのタイヤの何ていうんですか、しっかり感は感じるんですけど、うん、はい、でこれ多分本当にタイヤ分厚いコンフォートのタイヤもう22以下多分これ、うん、ローター系的に履けないと思うんですけど、はい、入れたらそのまま高級車として通じちゃうぐらいの、いや本当そうだよね、乗り心地のさ、うん、15% 本当アップしてるんですかっていうぐらい、うん、これはすごい、すごいね、これはすごい。いやなんか気持ち悪いコーナーリングが、はい、SUV だと思って乗ってるから気持ち悪い。いやレビューを僕読んで、はい、どこかに911を感じる、うん、車のサイズも重さも、うん、駆動方式も違うけど、うん、911を感じるってレビュー書いてあったんですけど、うん、いやまさかそこまで言ってもそうじゃないでしょと思ってたんですけど、でもね、まあ、これはすごい、うん、いやというか怖っある意味911超えちゃってるよね。超えてますね、はい、だってね、大人4人でこれを味わえるわけだから。そうですね、うん、だってもうそれこそその人が乗れて快適性もあって豪華さもあったってっていう、うん、もうその走りに関しては、うん、言ったら正反対の制約がある上で車作らなくちゃいけないわけじゃないですか、うん、これはすごいな、本当に、こういうところの質感とかもすごいな。いやめっちゃいいんですよこれ。ステアリングレスポンスがとにかくすごいですね。すごいよね。びっくりします。でさ、最近の高級車ってやっぱりこう、はい、電動パワーステだから、電動アシストだから、はい、作ってる感というか、あります、あります、あるじゃないですか、はい、それがあまり感じないっていうか、なんていうのかな、うん、機械的な感じの味が残ってるっていうんですかね。これすごいな本当にめっちゃパワフル、うん、コンフォートでこれですもんね。そう、ブレーキめちゃめちゃ効くしでしょ、はい、よくなったでしょ。だってコーナー、この環状線のコーナー入ってってもおおっていう感じ全くないですよ。おっとっとってなんないよね、はい、もうハンドル切ったら切っただけ曲がっていくし、うん、こうダイブする感じもないし。そう、スポーツプラスにしていいですか、うん、いきなりスポーツプラスでいいですか。いいよ、うわ、いって、すげえな、この中間加速半端ないです。どっからも加速するね。これどっからでもいけるね。これもうほんとそのまま4人乗れるスーパーカーっすね。うん、スーパースポーツ。すごいな、スーパースポーツ。ほんとだね。でスポーツプラスにするとさすがに足硬いです。硬いね。ただ快適性は保ってますね。うん、不思議だねこれね。なんかタイヤの硬さがより強調されてるっていう感じで、そうですね、足の硬さっていう感じはあまりしないね、はい、ちゃんと一発で収束しますもんね。するね。これなんかちょっとコンフォートタイヤでも遊べそうな気がする。あー、なるほど。ベースがこんだけしっかりしてたら、はい、確かにタイヤに頼ってる感じはしないですもんね。しないよね、はい、車としてこう相対的に結果グリップしてるみたいな感じが感じられるんで、
これやっぱりスーパーカーに全然ついていけるわ。ついていきますね。楽勝だね。踏み切れるもん。これ本当に僕あのデモカーで開演クーペターボ、うん、割と長い距離乗らせてもらったんで、うん、びっくりです本当に。普通のクーペターボってちょっとこう、うん、エンジンが先行ってる感じして、うん、わーってこう。そうだよね。ちょっともう自分のキャパすぐ超えちゃう感じですけど、うん、全然怖くないもんね、はい、こういうのが。これほんとすごいっすよ。ちょっと、うん、あの試乗化したいっすね。ほんとみんな乗ったら多分感動してもらえると思います。よかった、分かってもらえて。これはでも分かりますね、いろいろ乗ってると。で、いやだからこそ僕あの外装もちょっと分かりやすさ欲しかったなと。そう、はい、なんかでもそれってさ、ほらポルシェ流じゃない、なんか。うん、そうですね。なんとなく、うん、あんまりこう分かりやすくしないというか。確かに、うん、まあ言っても GT3RS まで行くともう露骨にこうめちゃめちゃ分かりやすいですけど、ね、はい、もうサーキットスペックだからね。そうですね。でもさ、なんていうの、僕ともさ、土もさ、もしかするとある程度感覚麻痺してるから、一般の人が見ると結構おおって思うかもしれないよ。ルーフスポイラーも大きいし。確かに、はい、もう足元がただもんじゃないですもんね。そう、22インチのとでかいブレーキに。で、僕このボディカラーとこのホイールのカラーの組み合わせ大好きなんで、はい、なんか言ってみたらマットゴールドというか、質感とかなんていうの、こう光を抑えながら存在が目立つんで、僕大好きです。 GT4 じゃないですか、だってもう。そうだよねもう言ってみればそうなんでしかもそれがハッタリじゃないですからね。うん、そうなのよ。これね、ほんと頭の軽さ効いてると思わない？めっちゃ軽いんですよ、車。めっちゃ軽いよね。これなんかさ、恐怖感を覚えないから逆に恐怖だよ。ああ、そうですね、どこまでも行けちゃいそうな感じなんだよ。そう、どこまで、楽勝で、もっと行けようと思うもん、助手席乗って。笑いすぎちゃいました。ああって感じ、全くないですね。一切ないです。音もだって終始、うん、いや正直後ろで、あの外で聞いた時は、後ろ、うんうん、聞いた時は、うん、まあさすがにもうこの時代だし、そんなにやっぱりうるさくないよね、うん、ただ音もめちゃくちゃのぶといんですよね、うん、だね。で、あとどうですか、僕さらに素晴らしくなったなと思うのがこのミッション。ああ、うん、言ってもディプトロじゃないですか。はい、ですけどパシパシ行くし、すごくいいですよね。めっちゃレスポンスいいですよ。いいよね、はい、すごいこれ、うん、これちょっと本当に乗って、うん、これはやばいぞ。ちょっとあのカメラマンさん乗ってください、後で。あのポルシェはメーカーとしてその辺の、例えば四駆じゃない、これ、はい、四駆のセッティングっていうのは相当詰めたんだと思うよ。あ、だからこう、なんていうの、違和感なく四輪を制御しながら綺麗に回っていく。でもちょっとスリッピーな路面行くと、内側がこうキュッキュッキュッって ABS で止められてる感って出たりするじゃない。トルクベクトリング、そう、はい、そういうのをなるべく出さないようにしてセッティングしてる。ギリギリのところだと思うんだよね。確かにそう考えるとすごいですね、今、うん、4WS もあってトルクベクタリングもあって、はい、でそれを全部その統合してこうセッティングしなくちゃいけないわけじゃないですか、はい。極論言って一般道ではできないですけど、スリッピーな、例えば水をまいた大きい敷地とかで全開のままハンドルフルに切ってこう回ってみたいよね。車の制御がどれだけ賢いのか、綺麗に回ってくれるかとか、そういうのを一回試してみたいなと思う。これは本当にあの見た目だけだな、開演なの開演なの開演なのかね。見た目だけがダメなの、ダメって言うのかと思った。見た目だけですね、唯一開演を保ってる、保ってるのね、はい、中身は本当に GT カーですね、これ。本当だよね、はい、これずーっと垂れついてるんですよね、コーナーも。だからもう姿勢変化なく四輪でなんかこう食いついてるから、安定感安心感もすごいし、あと最近あのいろいろ読み物読んで、うん、なるほどなって思ったのは、うん、言ってもこの辺の車って全部プラットフォーム共通じゃないですか、はい、
言ってもそんな R8 ウルス、うん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 、まあ他の車種も出てますけど、そんなに違わないだろうなと思ったら、うん、みんな違うじゃないですか。みんな違うね。そしたらプラットフォームがそのいろいろできるプラットフォームなんですよね、うんうんうん、伸ばしたりこう幅広げたりとか。ああそうか、エンジンミッションの位置だけ一緒らしいですよ。あ、そうなんだ。そうです。だからウルスもカリナンも、うん、あのカイエンも、うん、RS Q8 とかあの辺も全部ボイルベースが微妙に違うんですよ。へ、うん、だからもうそのプラットフォームに関して言うと、うん、プラットフォーム一緒だからなんか走りがなんとなく似てるよねとかっていうのが全く通じないっていう。うんうんうん。いやでも考えてみたら乗り味全く違うからね。で言ったら足回りの3チャンバーの構造自体は一緒じゃないですか、うん、その辺全部、うん、ワーゲングループ、うん、けどちゃんとセッティングでみんな変えてあって。そうだね、もう共通部品だから同じ味っていうんじゃなくて、共通部品前提だけどセッティングは多種多様ってい う, うん、なんかみんなもうそういう時代みたいですよね。そうですよ、ね、四駆のシステムも、うん、一個が作ってて、うん、各メーカーに卸してるけど、うん、全然メーカーでセッティングが違うっていう。あ、なるほど。ラーメンみたいだね。え、どういうことですか。え、あの自家製麺じゃなくて、あの、はい、麺専門の業者さんに頼むけど、オリジナルで確かに確かに確かに違ったりするじゃないですか。まあ今効率化も求められてますからね。そうなんですよね、はい、そんな中でもちゃんと違う。だ言ってみたら、結局その車のパーツって今時ってなんとなく意外とコアな部分ってアウトソーシングだったりって、こういろいろこう外注、それ専門の外注さんに頼んだりって言ったらおかしいですけど、はい、でもそこである程度何セッティング範囲の広いものをプロに専門の人に作ってもらって、あとは車のキャラクターに合わせて詰めていくみたいな。そうですね、うん、そうするといろんな味ができるっていう、うんうんうん、それ究極やってるのがもうアルピナじゃないですか。そうだね、はい、究極だね、アルピナはね。 BM のパーツで、うん、あとはセッティングで、はい、あと組み合わせと。そうだね。こんなのを持ってくるんだ、これどの車のパーツみたいな、はい、でもさ、それを融合させてコンプリートとして見事に成立するからね、アルピナは、うん、これでもちょっと評価されそうな気するな。いや絶対されなきゃおかしいよ、うんだってもう間もなくカイエンもフルモデルじゃないですか、うん、はい、うん、あれマイチェンか。マイチェンですね、はい、マイチェン入るじゃないですか、はい、だからこれでマイチェンしてからこれが出るんじゃないかっていう話もあったんですよね。あ、そうだね、はい、うん、でもマイチェンしたらこれ終わっちゃうかな、やっぱり。いや可能性あるなと思ったんですよ、ね、逆に言うと終わってくれればいいのにと思っちゃうねもしくはマイルドハイブリッドかなんかとくっついて。あ、そうだね、もっとそのスペック的にやばいのが出てくるかもしれないですけど、うん、それはまたちょっと違うんだよね。コンフォートにしたらもうこれですよ。はい、でもなんかさ、コンフォートにしてさ、リアモニターついてたらさ、後ろで子供ずーっとおとなしくしてるよね、はい、これゴルフに旅行に最強ですよ。最強だね。じゃ最後全開にしていいですか。いいですよ、行きますよ。はい、この…じゃあ最後になりますけれども、うん、こちら買い取りさせていただいたお車ということで。そうです、はい、まあ、こういうレアなお車、うん、お乗りの方は、うん、まあ、特にっていうわけじゃないですけど、うん、個人的には入庫すると嬉しいという、うん、いや嬉しいよね、はい、なかなかこう普通にも、まあ、僕らオークションで買うって、まあ、台数あまり買ってないですけど、うちとしてはユーザーさんとか買い取りとか下取りが多いですけど、新車でうちのお客様が、ね、こういう車をお乗りになっていただいているので、それがこう買い取りで入るとワクワクします。そして経緯もはっきりしてるんで、安心して次のお客様にお勧めすることもできますので。その通りです。ぜひ買い取りの方もよろしくお願いいたします、はい、というわけで今回はポルシェカイエンターボ GT をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。